エリカと静香の人間関係。 ポッドキャストは人間関係について日々考えてしまう少女写真家の飯田絵梨と親友の静香が人間関係の難しさとそれゆえに面白い漫画や映画ドラマなどの作品についてお話しする番組です久しぶり一週ねお休み入れましたからね入れましたね夏休,み、まあ、夏休みってことでね、うん、夏休み夏休みしてたじゃん大阪行った 初の新幹線。初めて一人、一人。一人で乗った。初ではないもんね。修学旅行とかで乗ったよ。修学旅行え、乗ってない修学旅行で、新幹線。うちらだって長崎じゃなかったえ、何飛行機か。飛行機だ。あ、じゃあ嘘だわ。存在しない記憶。え、でも中学とかで京都行ってないのえ、来ましたね。あ、じゃあそこじゃないそれです。それだね。だね。修学旅行。修学旅行だね。存在した記憶。 中高って京都だよね、なんか東京。奈良京都じゃない奈良京都だよね、東京の人。鹿ってさ、うん、触った時にさ、うん、ピチャってしててさ、<え>なんか、えってなった。雨降ってたわかんない、覚えてないけど、なんか、えこういう感じなんだって、なんか変なショック受けた記憶がある。か <laughs> <laughs> あの、奈良の鹿結構さ、あの、うん、せんべいに対してどういう。 人に貪欲だよ。持ってるやつ見ると、それいかかってくるじゃん。すごいよね。トラウマで。結構な圧でくるよね。くる。なんか、あげたのか、奪われたのかわかんない。なんか、取られたみたいな、終わり方。そうだよね。なんか、あ、よしよしってことないじゃん。お食べみたいな感じじゃなくて、ブラーってきて、バリ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 いリバ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 リ すごいやられたかな。奈良のしか強い記憶あるな。そうだね。急に奈良の話。奈良の話。大阪に行ったって話あるね。大阪はね、うるさかった。うるさかった賑やかだった <laughs>。悪く言わないようにしてよっネガティブワード。賑 <laughs> やかそう、大阪は。賑やかだったみんな関西弁喋ってて面白かった。そりゃあそう。<laughs> そりゃあそう。あとエスカレーター逆問題ね。そうだね。うん あれね不思議だよね。うん、不思議。なんでだろうね。<側>どこから変わるんだろうね。名古屋あたり。え、名古屋半々なの。らしい。え、ハーフハーフなのハーフハーフらしい。え、じゃあ、なんかもう、こう、人を縫って登っていくのいや、登んないんじゃん。 あ、登んないのまあ、空いてたらできるのかもしれないけど。エスカレーターには優しいよね。うん。エスカレーターって本当はそうらしいしね。両側に均等に力がかかんないと壊れやすいう。うん。でもね、大体片側になってるからね。うん。大体すごい点検をしてどうにかしてるんだろうけど。大変だね。<laughs> 大変だね <laughs>。交換したらいいんじゃない関東のエスカレーターと関西のエスカレーターを。はいはいはい。 ちょっと意味わかんないけど。<laughs> そうだね。はいはいはいとか言ってたけど。ベッドのマットレスもさ、回転させた方がいいらしいよ。あ、そうなんだ。うん。同じ体重のかけ方すると長持ちしないから、半年に一回ぐらい上下変えて、へえー。そんで、あの、何さ、何天地も変えるみたいな。あ,あ裏返すのそうそう。頭と足を。裏返していいのむしろ。うん、いいみたい。 嘘かな, <laughs> なんか本当に言ってきました私がマットレス買った時は言われたけど <laughs> そのマットレスはそうなんじゃないなんものによって違いそうもの、ね、によりますスプリングのなんか作りが公式サイトを見ましょう大体 <laughs> <laughs> いい取扱説明書が、ね、説明書すぐ捨てるから <laughs> 今回はお悩みについてそうなんかインスタのストーリーでさうん 人間関係の悩みありますかっていうなんかあの質問スタンプみたいなやつのさうん、うん、やつやってみたらさ、うん、すごい来ましためっちゃ来てたねあるあるやんってなってなやっぱメールって送りづらいんだなって思って、うん、ね <laughs> こういう感じで送ってくれてもいいけどねあそうだねあと DM で不意にね、うん、不意にね、うん、よかったらポッドキャストで取り上げてくださいぐらいなライトさで DM くれたら見てるんで、うん それでもいいしまあなんかこのスタンプね匿名性あるからなんか送りやすいのかなあかまあ私はわかるけど、うん、なんか答える時にその,その人のあれは出てこないからうん確かになんかストーリーでもさらっとちょっとちゃん,ちゃんとではないが答えたやつもありますがちゃんと答えてたよいいじゃんこれでって思ったもんまあでも流れるからねあ<ー>ストーリーは。 24時間で消えるんで。消えちゃうもんね。いいですかじゃあ順番に行って。はい。順番に行きますかいっぱい来たやつを。いっぱい来たやつ。行くよはい。嫌なことを言われてもその場の空気が壊れることが怖くて言い返せないことが悩みです。あるよね。あるてか、だいたい言い返せない。え、言い返せ,言い返せないっていうかさ、うん、私これに関しては、うん あの、私、これ結構悩みなんだけど、うん、嫌なことされたりとか、言われた時の、うん、嫌だがすげえ遅いの。わかるなんか気づくのが遅くて、心が。反射神経がね。がそうそう。 で、後からじわじわ、え、あれなんかめっちゃ嫌なことされてないとか。帰りの電車とかで。あ、そうそうそう。だいたい帰りの電車で。あれすごい嫌なこと言われたよな、みたいな。え、よく考えたらあれひどくないみたいな。から思い出す。後からじわじわ来て、やっぱ、だからその場ではさ、うん、んってなってるじゃん。なんか、よくわかってなくて。なんならふふって笑っちゃう時あるもん。ねふふ笑っちゃう問題あるよね。ふふ笑っちゃう問題ある。だいたいそれがさ、結構女性の初生術だからさ、みんなふって笑ってるけどさ、実は嫌だと思ってること、めっちゃあるじゃん。その時は気づいてなくて。たね なもそれよね空気壊せなくていい感じその場の空気が壊れる。これはね、うん、みんな結構ある。確かにあでも一対一じゃなくて複数いるってことか。その場の空気ってことはね。一対一でも空気あるか。一、ね、対一でも空気あるよね。だって向こうがさだいたいなんか,、ね、なんかえ悪気あることは少なくないなんか。ことあるのかなうん。悪気あったらさすがに気づくよね。ね。 なんか多分、なんだろう。悪気なく配慮がないとかさ。結構悪気ないことがあるじゃん。うん。ってなるとさ、なんか不服しかできないできない。え、言い返せた記憶ある嫌なこと言われて、パパーンって。反射でカウンターパンチ入れるみたいな。ないね。ないよね。ないよね。兄弟喧嘩とかだよ。兄弟喧嘩はもう、ボコボコだよ。兄弟喧嘩か。 兄弟喧嘩ってもう空気ないもんね。空気ないね。別に家族だからね。空気普通のね、社交としてのさ、うん。場は大体空気あるから、難しいよね。言い返さなかったなってなるわけじゃん。うん、それでどうする静かに喋る。<laughs> あー確かに。ちょっとさ、みたいな。聞,聞いてよ、みたいな。聞いてよ。 そうだねか何かに書き殴ってるか、うん、日記みたいなのに書いてるか<ー>親しい友達ストーリーズにもやもやを書くか <laughs> そうだね抽象化した抽象化した愚痴として書くとかはあるね、うん、言いいい返した方がいいのどうなんだろうねうん、ななんかさその分かるこの言い返せなかったことによる悔しさあるじゃんあるある あま言えなかったたの時ああ言ってやればよかったみたいなね後から思いつくあるある。いや、でもさ空気どうなるんだろうね。わかんない。え、でも偉い、偉いんじゃない空気壊さなかった。そうだよね。偉いよね。偉い。なんかさ、あの異国日記でもさ結構その主人公の朝がさ、両親亡くなってさ、その葬式の場で親戚がさ、もうなんか ひどい、あの、たらい回し会話みたいなのしてるときにさ、もうあの、嫌すぎてさ、心が飛んでたじゃん、なんか、違う世界に。聞こえない、みたいな。トリップしててさ。で、それに対してさ、まきおがぶち切れてさ、いや、あれかっこいいんだけど。かっこよかった。確かにあれは空気ぶち壊す確かに壊してる。あ、そっか。ね、でもその、朝自身は言い返してないじゃん。から、なんか、 朝に対しては、うん、なんかこれから言われた嫌なこととか、うん、なんか日記に書いたらいいみたいなさ<ー>アドバイスしててさ、うん、なんか言い返せなかったらやっぱそういうなんか違うアウトプットしてさ、うん、なんか出しといた方がいいよね出したらちょっと忘れるかも。ふた、ねうん、しちゃうとさ、うん、結局自分の中にたまってさ、うん 悶々としてさ、うん、なんかその記憶ずっとこびりついちゃうじゃん、なんか。そうだね。で、思い出すたびに刻まれていくのが嫌だよね。そうだよね。より嫌な思い出として。あるよね。うん。まあ私、意図的に根に持つってことは割とやるんだけど。<laughs> <laughs> このことは忘れないぞいな、そう。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとわかる。<laughs> そう、ちょっと、若干呪いだよ、ね。<laughs> お前が忘れても私は忘れないみたいなあこれちょっと下の方に飛ぶけどさ何言われても反射的な笑顔になっちゃうからよく舐められます笑顔でいいこともたくさんあるのにってあるじゃんこれもちょっとつながるよね嫌なこと言われてんだもんねこれねちょっと多分舐められたりしてもねなんかニコニコしちゃうってことだよね 今日電車で思ったんだけど電車でだいたい電車で考え事して電車で一人だからねあとなんかさ動いてるとさ考え事って進む進む不思議じゃない不思議新幹線とかもさ新幹線異常に作業できる系数もなんか考え事とか整えられてるじゃん作業できるようにしてどうぞみたいなここにコンセントがあります Wi-Fi も飛んでますよ隣はサラリーマンみんな仕事してるみたいな いいうぐらい休んでほしい、日本人。<laughs> 本当だよね <laughs> <laughs> <laughs>。あと、そうそう、電車で考えてたの。うん、なんか、若い頃って結構、えー、なんでそんなこと言うんですかひどいみたいなコミ,ュコミュニケーションを、はい。されてたなと思って。はい、あ、はいはいはいあ。主に相手は男だけど、うん。なんか大体、それを切ったら、うん 人生のクオリティ上がるなって思ってああそれもえそれをやらないってことそれをやらないそれをやる環境にいないは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 いまあ難しいけど私は今ほとんどそれはやってないなって思ってそしたらすごい人生楽だって思ったはい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 ひどいみたいなやつやめようあるよねそういうことをやらなきゃいけないねそうムーブされるねあるよねあるよね会社の年齢いじりとかねそうかうん あったんだ。あった気がする。前の職場とかで。前の職場とかで。もう30歳ですね。ニヤニヤみたいなやつとかね。でって感じだよね。だから !30 とかさ、なんかほんとさ、女性に対してのさ、なんかずっとあるじゃん、そういう。JK とかさ、JD とかさ。まあ、20歳とか。ううんん で、それこそ30歳とかさ。もう10代じゃなくなっちゃったね、みたいなやつとかね。で、みたいな感じが。はなんかうちらはさ、結構その、少女性に対してさ、なんかすごいあの、それなりの切迫感を持ってたからさ、10代終わるとかさ、なんかそれなり大事だったじゃん。それを自分で思ってのは別にいいじゃん。10代大事だな、みたいな。 になななっっちゃたたみいとかは自分で思う分にはさ、いいけどさ、なんでお前にないなね言われたくないよね。めっちゃ人には言われたくないよね。何が楽しんだいって思う。ね。その年齢いずれ、何ね。30とかもさ、なんかやっぱりなんか、何若くないみたいなさ、感じにされがちじゃん。うん。何なんだろうね。何なんだろうね。ね。 あれほんとなんか、だからもう、嫌だね。嫌だよね。うん、そういう時になんか、言えた方がいいのかねど、なん、どうしたらいいんだろうねそういう、絶対あるよね今でも。でもそれは私は思い出して、 んだけど、うん、それ私言ったんだよね、なんか。あんまりね、しつこいからい。しつこいんだ。そして、その人と今後も仲良くしていきたいって思った上で、なんか毎回その年齢の話してくるんですけど、なんか人を年齢でかからないでほしいし、あんまり面白くはないですって言ったら、うん、普通にごめんなさいって言われて。<laughs> それ以降はその、あんまり <laughs>。面白くないって多分傷つくんだよ。<laughs> そっか、面白いと思ってんのか。面白いと思って言って言っら。面白くないよね。面白いと思ってるんだとしたら面白くないのでやめた方がいいですっていう。うん、<laughs> 面白くないよね。そう、それもでも,でも確かに。とっさに言い返せたっていうよりは積み重なって。何回もあるからか。しかも文字ベースで言い返してるから、私は。あ,あ、そうなんだ。うん、あ、なるほどね。文字やりとりがあったのね。うん、文字なら言えたって。文字なら言えた、みたいなあ。あ、でもそれは一個ありかもね。うん、なんか。 なんか掘り返したくもないけど、うん、あんまりしつこかったりとかしたら、うん、なんかそれってみたいなのは文字で言うとか LINE、うん、とかで言うとかありかも、ね、そ,うそうだよねしかもそれを私が野放しにしたらそれをずっとやっていくわけじゃん、うん、その人はね、うんまあ、その人のためでもあるよねと思いますけどずっとダだ滑りしてるわけだもんね <laughs> んど, <laughs> どこまで伝わったか分かんないけどね あるよねいじりって大体そうだよね向こうは面白いと思ってんんだもんね、うん、そうなんこの人に対してこれは NG なんだって思ってる可能性あるからね他の人には受けるかもーーいやーだからね,ね笑顔でいいこともたくさんあるのに笑顔でいいこともたくさんあるよね基本的にはね、うん、笑顔でいいはずだからっていうかそれをなめてくるやつが何なのかね、うん、基本なめてくるよね笑顔 笑顔というかさ優しさとか笑顔か女の子とかをさ女性年下みたいな、うん、なんか一定の条件が揃うとさ、うん、基本舐めてくるなって思ってるな舐めてくる、うん、舐めてくるね舐められとの戦い一通りしたからな <laughs> <laughs> どうしたらいいんですかどうどうしてたかなでもやっぱ要所やでちゃんと言ってないうん言ってるなんか、うん ポイントたまったら言ってる。ああ、やっぱそうなんだ、うん。なんかすぐは言わない。すぐは言わないよね。関係値もあるし。うん、まあある程度そのね、やっぱやっぱ、もう別になんかその場限りとかもな流した方が早いなって思っちゃうけど、ね、なんかその頻繁にする仕事があったりとかさ、うん、コミュニケーションが必要だったりとかして、うん、なんか失礼だったりとか、うん、まあでもなんか、 理言って仕事に支障出てきたら、うん、無茶が無茶あぶりがあるとか明日までお願いしますとかねがあったら、うん、まあ言えるタイミングでなるべく言ってるかな,なんかそれってどうなのかっていうのをそうだよね、うん、た,ためてはおかないためっぱなしにはしないんだよね、うん 難しいけどね。付き合い続けたいかどうかは確かに一個のポイントなのかもしれないね。ねうん、もうこいつと二度と会わねえわと思ったら、うん、そのまま行けばいいんじゃないってなるし。逆にもうこいついいわと思ってブチギレた時もあるけどね。ああ、もう、もういい。もう、モラハラがひどすぎて。<ー>絶対に一緒に仕事することはないと思って。<laughs> 言いたいこと言ってやろうみたいな。<laughs> でもそれも、うん、一番のきっかけは、うん、自分に対しては、うん、なんか、 我慢できたんだけど、うん、なんかその部分をもなんかもう周りに巻き散らしてる人で、<ー>自分とが巻き込んだ人まで迷惑かかってきたから。あ,あかんね。あかんのよんの。すっごい失礼なこと言ったから。<laughs> 失礼なこと言ったらダメだよ。ねえ。うん。<laughs> <laughs> いや。え、時間かかん失礼なこと言ってる。え、ないと思う。ないのうん。ほん、なんか、うん。 どう、どうしてそうなっちゃったんだろうっていうぐらいその人はやばい人だった。もう。うん、やばい。<laughs> やばい人。<laughs> やばい人って言ってました。いますよねって来てたね。やばい人ってやっぱりいますね。いろいろと。対比も大変なのですが、何か対比方法ありますか対比も大変だよね <laughs>。やばい人、対比ね。やばい人ってちょっと執着入ってるじゃん。遠距<景>離に言っ,ったって言ってなかった。 縁切りね、そうそう、だから今喋ったやばい人の時は、うん、その一緒に仕事したデザイナーさんと、うん、やばすぎるっつって、強い縁切り神社行こうっつって。<laughs> <laughs> そう。それで、まあ、ことなきを得た。まあ、それもあったし、うん、そうね、なんか。仕事も終わったし。仕事も終わったし、まあ仕事終わった後もイチャモンつけられたりとかしたけど、うん。その。やばいね。でも逆にその、その案件の、うん クライアント側もその人、なんかまあプロデューサーみたいな立場の人の、なんか仕事の仕方とか、なんかその多分トラブってるから、調査みたいなのが入って、うん。対比できた。いろいろ。いや、でも、うん、やばかったね。一番、なんか、もうあんまり茶もんつけられるから、なんか一回、 友達に紹介してもらった弁護士に行って、うん、なんかそのその状況を伝えて、うん、どうしたらいいんですかっていうアドバイスもらって、うん、なんか相談みたいのしたら、うん、こういうタイプはハードクレーマーだからうん、うん、なんか一回こういうメール出してみてくださいみたいな感じで,でそれでもやばすぎたらなんか文書出したりとか、うん、なんかいろいろ動きましょうかみたいになったんだけど、うん、なんか弁護士もう 弁護士入れてやり取りしますみたいな、これ以上なんかやり取りされるんだったらみたいな感じなのを送ったら、退散してっただって。だから舐めてんだよね。そういうことができないと思ってるというか。ああ、本当にやばい人には効果的だね。<laughs> そこまで行くとね。対応方法ね。そこまで行かない方がいいけどね。弁護士に相談する。その手前。その手前。ね。うん 弁護士に相談するっていう手段をさのの手として持っとくのは大事だよね大事だし、うん、まあその「ハウトゥーとしては <laughs>、うん、なんかそういう精神的負担を感じた時の、うん、なんかハラスメント系で大事なんって自分の記録で、うん、もう日記とかでもいいんだけど、うん、いつ何を言われたとか。うんうん LINE のスクショとかはい、はい、メールとかあったらメールとか<ー>やばい人結構電話も多いから<ー>電話もできたら録音できた方がいいからうん、うん、えー、電話嫌いやばい人その記録が残るの嫌だから電話してくるんだよねそうだよねそう私もやばい不動産屋に当たった時さああなんか退去する時にめっちゃ違法請求してくるみたいなうん、うんうん、最悪だね <laughs> 最悪だそんなに汚してないのにめちゃくちゃ請求してくるみたいな。そうそう。時は、なんか、その相談したら、その、なんか NPO 法人みたいな、<ー>その退去トラブルのとこに相談したら、 絶対その電話でやり取りしないでくださいって言われて、<ー>なんか言った言話ないになるし、うん、みたいな。だから録音すればまあ違うんだろうけど、うん、なんか丸め込まれちゃうから、絶対なんか全部メールでやり取りしてくださいって言われて、うん、言われた通りにメール送るだけで、うん、全然、なんか全部なくなった性求、うん、へえ、ー。やばいね。やばかった。でもそれこ、それちゃんと、 ね、戦わないと請求されちゃうってことそう、だからみんな大体泣き寝入りしてるともう普通に有名な不動産会社だから。マジ怖 <laughs> 普通に街にいっぱいある不動産会社。<っ>気をつけてください。気をつけて。ちょうど取ろうとしていくんだよね。あの、敷金とか2ヶ月分とか入れるじゃん。<ー>それ、うん、ぴったり。 回収するように、いちゃもんつけてくれ返さなくて済むように。そう。でもなんか壁がちょっと汚れてるのとかも全面張り替えますとか、なわけないじゃん。うん、一部張り替えです。うん、いいはずなのに。うん、それになんか生活しててつく汚れはこっちは負担しなくていい。そうだよね。大体。そう、あるんだあるんだけど、そう,ね、そういうのも全部こっちに乗せてきて、ね、へちょうどその、プラマイゼロにしようとしてくる。その戻ってくるお金がゼロになるようにして、 最悪だね。そう。でも絶対サインをしないっていう。その場で、退去の立ち合いで、サインしちゃうと取り返せないから、サインはしないでくださいって言われた。うんうん、へー。やばかった。やばいね。やっぱ、プロ、プロに頼るしかない。本当にやばい時はあ、ね、る。<laughs> 時はね。なんか、ほんのりさ、<laughs> うん、なんか、あれ、こういう人だったっけみたいになっちゃう時あるじゃん。あるある。対応法 難しいよ、ね、でも逃げたほうがいいよね<も>逃げるしかなくない退避は必要だよね会社とかだったら逃げれないのかそれが難しいよね、うん、会社じゃなかったらさもう大体さちょっとバタバタしててそうそうそう予定合わせないみたいなね <laughs> <う>あの予定を本当に合わせない <laughs> また連絡しますってそれをさ重ねたらさすがにね、うん、なんかね、うん、あるよねやばい人なんか一緒にいると疲れちゃうなみたいな人いるもんね うん、下手する、ね、か一番最初の方にも話したよね,たね帰り道で「はあ」ってなる人との付き合いは考えた方がいい SNS も見ないようにしたりとかねなんか、うん、そういう,う SNS でつながっちゃってると結構だ,うん、うん、だるいじゃん今ある問題としてはさ、うん、まあミュートしたりブロックしたりみたいな <laughs> ブロック角立つからできん時あるよねあるよね ミュートだよね、うん、結構。私もうフォローしないもん。<laughs> <laughs> SNS で繋がっちゃってる問題あるからなあるなミュートかー、ミュートだね。いや、でもほんとさ、なんか、やばいって気づけてたらいいけどさ、うん、やばいに気づけてないとき、いつの間にかさ、食い散らかされてるみたいなときあるからさ。うん、気づいたときには手遅れみたいな。そう。そういうとき、自分の周りにさ、うん、の人間関係がなんか減ってるときあるから。ああ。 囲われて,てさなんかやばい人となんか付き合ってると、うん、こうに友達付き合いとしてもうなんか恋人とかでもあるかもしれないけど、うん、なんか周りの友達たちがなんか今やばくなっちゃってるなってその子ごとやばいになっちゃうからさ<ー>なんか離れてくんだよね結構そうだ,よねだからなんかあれなんか人が減ってるって思ったら分やんわりい言ってるんだろうけどそうそう,そう届かない時あるから。うん それ、あれって、なんか気づけたら、結構それやばいから、逃げ猛ダッシュで逃げてます。猛ダッシュで逃げると、猛ダッシュで追いかけてくるときあるからね。あ、だから、スッてした方がいいのか。うん。スッ、シュ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 、ドって。何の効果も。何か置いたね後ろ向きに歩いて、クマなの。ドアを閉めた。そうそう、クマ、クマクマの 持ち物ちょっと置きながら行くといいんだっけ、うん、あそうなのなんかそれに気を取られるから、自分の持ち物ちょっと置きながら、後ろにシュ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 ,シュって歩いて。<laughs> 本当に逃げれるのかねもう熊に遭遇したら大パニックじゃん。うん、まあ諦めるかもね。諦める <laughs>、うん。 せめて、あの、人思いに。一撃でやってくれる。あんま痛いの嫌だよね。すごい痛そうじゃないすごい痛そう。だって生きながら食われるってことでしょうでもあっちも大パニックだからね。人間に出会っちゃうのって。ちょっとそこまでの慈悲は持てない。だって。お前もパニックか。声出してね、歩かないと。なんで熊対策なししていや やばい人はクマみたいなもんってことうはパニックなってないでしょなってないなってないね。えっと。えっと。ま、あ逃げよう。対比方法。やばい。ミュートだよね。工事始まっちゃった。工事始まっちゃった。はい。次。次。会社の人との距離感ですね。どこまでプライベートな付き合いをすべきか。ねえ。ふぅ。 あった前の会社とかでさ、プライベートの付き合いって。前の会社は、前の会社休みの日まではない。ああ。あれでもなんか仲いい同僚いないかったっけああ、同僚じゃないけど、その楽器やってるから、<ー>バンドの練習入るみたいなのは休みの日になんか一、二回その後飲んだりとか。<ー>だから気が合う人だけだよね。でもそれ仲いいね。うん。 これをプライベートの付き合いをすべきって思ってるってことは本当はしたくないってことかなぁしたくないならしなくていいんだ。<laughs> <laughs> そういうもんでもない。わかんないね。職業にもよるのかな。 ああ、その会社のね、雰囲気的にね、うん、なんか結構飲み会が多いとかね、うん、プライベートの付き合いってことはさ、会社がねワイワイしてるとか、休みの日にバーベキュー、うん、あるのかもね。家族ぐるみで、みたいなのを、うん、夫の方にあったかも。ああ、そうなんだ。行ったことない。<laughs> 何を好き好んで休みの日に子供連れて、よくわからん人にニコニコ肉を焼かなあかんのか。<laughs> 時給くれよって思うタイプだから行きません。<laughs> それをね、うん、なんか、行かなきゃって思ってる人の方は分世の中多いと思う。<laughs> 偉いね。まそれは偉いよ、ね。偉い。とても偉いです。社交をちゃんとしようと思ってるから。<laughs> 社交を諦めない。だからそう、社交じゃないきっとプライベートな付き合いっていうかさ、なんか、ね、会社としてのさ、うん、人間関係良好な方が会社としてもね、場所としても、 会社で仕事するにしてもやりやすさとかあんのかもね。円滑に進むうん。のかでもさ、なんか、すべきって思ってるとさ、うん。もはやなんか業務じゃん。そうだよね。土日とかに給料くれよって思っちゃうよね。思っちゃうよね。うん。え、行ってみたら楽しい時もあるよね。そうだね。うん。だから向き不向きあるから、うん。まあ、多分これ人によってルール違うじゃん。うん。 頻度を決めとけばいいんじゃないなあ<ー>全部行くって思っちゃうと絶対疲れるから。行きたい人だけ行けばいいよね、それはね。うん、一回行ってみて楽しかったらね、うん、増やしてもいいけどね。うん、まあ、付き合い程度に行っといた方がいいなって意識があるんだったら、うん、このラインだったら我慢できるみたいな。うん、<laughs> 月に一回とか、そうだね、シーズンに一回とか、うん、の、なんか多分マイルールを決めて、 僕はこの LINE ですっていうのを自然と伝えてく伝わってくるもんね、うん、そんな毎回はあれなんだなとかなんか,わかるじゃん、うん、頑張って参加しちゃうとさ、うん、もう普通に参加してくれる人なんだかんとされちゃうからさそうだね来れよねみたいになっちゃうもんねうよね、うん、難しいよね、うん、難しいねか趣味の合う 付き合いだったらいいよね。いいよね。確かに。前の会社も、私は別に社員じゃなかったからあれだったけど、ああ部活みたいなの会社であって、へ<ー>それこそ検ンとか釣りとか。へえ<ー>。だからそう,だそう、好きな人はいいんだろうなって思うけど、興味ないのに行ってたらしんどいだろうなって思うし。うん。うん、まあ、前、もう最初の会社はブラックすぎてプライベートの付き合いどころではなかったけど、<laughs> まあでも、ごくたまにある飲み会とかに行くと、その、ブラックすぎて、の人となりがわかんなかった人の人となりがちょっと伝わってきて、ほっこりする。みたいなのはあったかも。<laughs> そうなの、うん、いつも働いてるから、それ以外の側面知らなかったけど、ちょっと面白いとこあるんだな、みたいな。ブラックすぎるね。<うん笑>人柄すら知れない人。人柄どころではない。<laughs> ブラックすぎると人柄すら知れない。<laughs> とにかくパソコンに向かい <laughs> <laughs> デザイン業あるあるのブラックサドな。ね距離感ね自分で大丈夫な頻度を決める大丈夫をこう測るのもまあ難しいんだけどね私もで全部大丈夫な気がしちゃってたけど大丈夫じゃなかったうん、うん、普通に疲れたねうん私は会社じゃないけど、うん、やっぱその営業として、うん、編集さんとのご飯とか、うん みとか顔を出さないと顔を出すことによって発生する仕事とかもさ結局フリーランスなんてコネクションなんで人間関係なんでこれはそうだよね余計そうだよねむずかったですねどこまでいくかみたいな全部言ってたらパンクするしね全部ってたらパンクするし 全然仕事につながんねえなっていうのも <laughs> あるから繋 <laughs> がんないかもしんないけど楽しそうって思ったらねいいけどさそうだねだんだんね、うん、なんかあれこれなんかただのお付き合いだなみたいになってくるとねちょっと減らそうかなってなるよね、うん、自分のことを大事に大事にする範囲で行ってみたら意外と楽しいかもしれないうん 意外と気が合う人とかもね。うん、いるかもしれない。はい、次。次。どうぞ。人間として生まれる前、かっこ十五歳までに出会った人とのつながりがしんどくなってしまう時があります。これ独特なんですけど。独特だね。人間になる前ってことかな。なんかあるじゃん。あ、人間になったなみたいな。ああ、十五歳で人間になったってこと。かなと私は解釈してるんですけど。んは,はいはい。十五歳人間になるって言ったら結構早くない。 私なんかもっと遅かった気がする。え、いつ人間に ?26 ぐらい。わお。多分。でもなんか、って思ってたんだけど、うんうん、そこもまあ入り口だったかなって今にあっては思う。そこも入り口だった。うん。人間になりかけぐらいかな、26がみたいな感じ。うん、マジ、うん、人間になるとは。人、人間じゃないからこそ、ボロボロに働いてた感じもあるし。うん、ああ。 喜びがないみたいな。ちいこ。8割の <laughs>。えー、人間に、そっか、15歳で、でもなんかこう、自我っていうか、その、人となりがこう、確立してきた感じがあるってことなんだろうね。うんうん、そうだね。そうなってきたら、その前に会ってる人とのつながりは、ちょっと自分じゃないから、しんどいってことなんだ。しんどい。ってことかなと思う。うん、確かに。 あるじゃんなんかアイデンティティ確立してないっていうかさんか好きなものとかさ、うん、嫌いなものとかもふわふわしてるというかさふわふわしてる流されるしうんっていう時の人付き合いをさ、うん、あ私こういう感じだなってなってからさ、うん、やると、うん、そりゃ違うから確かにズレがね,ねしんどいなってなるよね、うん、いやだって15歳より前に出会った人とのつながりもうないもん <laughs> ないないよねなくないない高校ギリじゃない高校ギリだし高校も少なくないよね <laughs>、うん、私大学も全然あー大学も全然だわ私全然残ってないあ大学はでもそうねチラチラほらチラほらチラほら。 大人になるとでもさつながりって薄くなんないたま、ね、に連絡取るぐらいじゃないあと SNS 見てるとか、ねうん、からこのメッセージくれた、うん、質問くれた方、うん、なんか方はね、うん、今何歳なんだろうねまだなんかその離れてないんじゃない10代かもねもしかしたらああそんなにね,ねってなるとだって人間関係さ、うん、ちょっと継続されがちじゃん確かに そのうち切れるぜ。<laughs> そうなんだよね。マジで切れるよね。<laughs> でもそのうちがしんどいんだもんね。<laughs> そうだね。今がね。長いしな、10代は。10代の1年、長いもんね。長いよね。体感が長いからな。長いよかったよね。長かった。たった3年が。長かったね。ね。どう、しんどいくなるよな。なだからまあもう、べ、うん、別 別グループに。<laughs> 新陳代謝していくものじゃん。そうだね。新しいつながりを大切にしたいね。したいね。うん。しんどいところとは、そんなに、は,はははってしとけばいいんじゃない <laughs> ちょっとバタバタしてて。あ <laughs> ぐらかしていけばいい。<laughs> マジックワード。<laughs> 私がちょっとバタバタしててって言い始めたら、8割嘘じゃん。<laughs> やばい。 あるけどねバタバタ <laughs> 本当にバタバタする時もある、ね、全然あるようち、うん、うちの会社もあるあるやっぱなんかみんな断るって難しいんだねうん断る勇気あ,あ断る勇気の話出たねこの前ね定例でね定例でね定例,定例毎週1回 1> 毎週1回やってるミーティングでねうんうちの会社は もやっとしたことと楽しかったことを報告し合って心の状態を確認してる、うん。<laughs> そうなんだよね。それのもやっとしてることに断る勇気が欲しいみたいな、ねうん、のがあって。上手に断れないみたいなのだよね。これもさっきと同じような感じだったよね。そのパッて言われてパッて断れない、うん、みたいな、うんうん。練習いるよね<え>でも、うん。いるね。そのパッて言われてパッと断るはさ練習するどうやってなんか言うから。 やだっていう練習。怖い言えるだろ <laughs>。<laughs> あ、家でさ、あの、一人でさ、やだっていう練習したらいいんじゃないでもさ、だって言わなくて。<laughs> あのさ、大人。大人やだ言わないだろ <laughs>。<laughs> 私言うわ。<laughs> 言わないから普通 <laughs> そう。そっか。なんか、う、難しいよね。はっきり。 まあ、都合が悪いとかはね、うん、言うけどね。先延ばしにする。うん。癖つけ。<laughs> ダメだ。京都人方式。そう、一旦持ち帰りまーす。いたす <laughs> 行けたら行きまーす、みたいな。い、うん、けたら行きますって行かなくない ?98 割行かない。だよね。うん 恐ろしいワードだよね。行けたら行きますね。行けたら行きますは行かないっていうのは浸透しすぎて逆に使いづらくなって。使いづらいよね。行けたら行きますを本当にそのつもりで言ってる人どのぐらいいるんだろうね。あの、行けたら行こうって思ってる人もいるじゃん、多分。そうだよね。スケジュールが見えてなくてみたいな。そういう人は誤解されてるかもしれない。そうだね。本当のやつですっていう。行けたら行きます。本当のやつですって。本当のとは。本当のやつ <laughs> でもねこれは誤解されるから、うん、本当のやつですって言った方がいいかも確かにあの予定確認しますもうにパターンあるあ<ー>心の中でああなるほど確認しないやつね別に <laughs> いかんから <laughs> かか予定確認しますって言って確認しないやつあーなるほどねあまあ確認するよするときもあるよ、うん、予定けど 確認しますって言って確認別に相手 <laughs> だけどなんかちょっと経ってからちょっと厳しかったですって、はいはい、言ったらくやつはいはい、はい、まあでもそれは優しい嘘だよね <laughs>、うん、なんか即答でさ「うん、いけないです」って言われるとちょっと悲しくないそうだね1対1ではあんまそんなやんないけどうん 一対一で残ってる人間関係の人はさ、うん、別にそんな断られなくない断らない。そうだよね。うん、全然、マジで断らない。<laughs> そうだよね。うん、いいよっていう。残ってる時点でさそうそうそう、みんな好きだから。その LINE に入ってるから、うん、<laughs> その LINE に入れてないじゃん、断られる人は多分、その手前で振り落とされてるから。うん、今付き合ってる人はみんな、何でもいいよっていう。<laughs> そう,そうね。うん、断る勇気欲しいね。断る勇気。なんか私結構最近 You のさ、YouTube 見てて。ほう。なんかいろんな質問に答えてるんだけど。うん、なんかスプリングかなの雑誌がやってる YouTube のー、うんうん、You のこれからこれからみたいなコーナーがあって。うん、めっちゃ面白くて。うん、なんかいろんなゲストもいるんだけど。うん、なんか 言うって、もうそれこそそんなさ、人の機嫌伺ったりとかさ、うん、多分、Going My Way で生きてる人じゃん。ぽいイ,イメージある。なんか、ね、結構そういう感じで答えてて、うんうん、意外と行ってみたら通るから行ってみみたいなこと言ってて、それも訓練だよなとか見ながら思って。確かに。 だから多分、ゆうはそれをやり続けたから、もう、ま、うん、な、経験として、行ってみたら結構通るし、うん、通んなかったら本気で謝るみたいなこと言ってて、<ー> <laughs> 大丈夫です、ごめんなさい、ごめんなさい、みたいなみたいな。確かに。<laughs> <laughs> 一回わがまま言ってみるみたいなのを言ってて、うん、なんか、私みたいな人間とかこういう断ることが、なんか、できないみたいな。うん こう、悩みを言ってくれてる人とかは、うん、多分わがまま言っちゃダメっていう呪いにかかってるから。ああ<ー>。ね。わがまま言う練習するするうん。え、いいよ、おいで。浮かばなすぎる、ね。ああ、そうだよ。それはさすがにだ。<laughs> <laughs> ひどかった。おいでじゃねえよ。<laughs> おいでじゃないわ。<laughs> 浮かばなすぎだったわ、今。<laughs> まああねねね訓練だだ、ね、全部、ね、そうだ、ね、あの欲望を口に出す訓練はいいんじゃないでかいやでも欲望を、うん、あのそうだ多分自覚してないからはいはいでなんかそれに気づけるのが意外とこういう嫌なこと言われた時とか、うん、えこれ行くのどうしようかなとか悩んだ時に、うん、負の感情が生まれた時に意外とその自分の欲望を気づけるかもしれない、うん、自分の時間欲しいわとかさあ,ーあー確かに、ね、家で寝てたいんだとか,か,だかだ私は今 休みたいとかその日は映画見たいんだとかそうそうそう。とかは、意外と気づくきっかけになるかもしれないから、なんか、それを口に出していくのも大事かもね。ふを言っていくのも大事だけど、人に。なんか、直接じゃなくても。そうだね。わがままを言おう。わがままを言おう。感。わがままって言わないなわがままね。わがままわがまって何最近言ったわがまま。 別なくないないね。うん。人の、わがまま。この主張通るかなみたいな感じだもんね、わがままってね。なんか。わがまま言ってる時ってあんまそんなこと考えないよ。そうなんだ。うん。<laughs> <laughs> わが、まま言ってこなかったなわがまま言うより、なんか、やっちゃえばいいや、みたいな、なんかね。悲しいんだわ。 人に頼るよりやっちゃえばいいやって基本生きてきたからえーうん、でもあれ極端な話5億円欲しいとかそういうことう違う違う、うん、違うそれただの欲望 <laughs> でも欲望もやった方がいいんでしょ <laughs> そうだねそういうことから始めたらいいああ<ー>でっかいパフェクいてとかさはいはいはいそういうこといっぱい言ってたらさ <laughs> 叶うかポロってこう言えるようなんじゃないあ<ー>心の あれが欲求をね、うん、まあそれはなんかやりたいこととかはなんか書いてった方がいいのかもしれないね、うん、ああやりたいことやりたくないことなんか暴殺されていくとさ自分の感情わかんなくなるじゃんわかんなくなる自分の欲求うん寝たいしかなくなるようんそれをもう限界だね <laughs> <laughs> でもそうねうん だからちゃんと健全に生きるのはやっぱり寝れるちゃんと寝れる時間とそこそこに働いてちゃんと社会に接点があることとあと飯ちゃんとが食べれてるっていうのがその話何回するんだろうね。それななんじゃい結しつつ大丈夫になってきたら自分の欲求が多分絶対出てくるから何かしたいっていうのが。 と、これは嫌っていうのが、うん、自己愛が育ってくると出てくる気がする。確かにね。それはね、全然出てこなかった気がする。あ、じゃあこの人はちょっと自己愛は育ってきてるのか。そうだね。自己が確立して、そ,うそ,うその自分を愛そうとしてるから,から、なんか前のふわふわした人間関係で、 よくわかんない人たちと付き合うのが、今すごい辛辣に言ったの、ねうん、よくわかんない人たち。<laughs> その人にとってはよくわかんない人たち。そう,そうそうそう。もうなんかね、うん、多分、モードが合わない人たちっているじゃん。うんうん、チャンネルがね。チャンネルが合わない人たちと、付き合うより、多分今のモードでやりたいことがきっとあるから、うん、それをやった方がいいよね。そうだね。繋がろうとしなくていいと思う。いい 大丈夫勝手にフェードアウトしてくから。わないそうだよね。合わない人たちってびっくりする。合わ、うん、なんかって学校ってやっぱりさ、その学校っていう環境があったからつながってただけだなってめっちゃ学校を卒業するたびに思うよね。まあ、兄弟とかもそうだけどね。その環境によってこう仕込められてるからつながってるだけいいる、ね、そうだよね。環境として関わんなきゃいけないから。うん、だって会社とかもきっとそうじゃん。転職したら絶対関わんないじゃん。うん、関わんない。ね。うん。 まで逆にそれの環境が変わってもつながってる友達は大事にした方がいいと思う。そうだね。中高とかでもさ、うん、そのまま中高時代からの友達で残ってる人は大事にした方がいいと思う。うん、そうだね、大人になるとさ、そこまで深い友達作るの難しいもんね。難しいね。うん、しかもあんなわけわかんない時期から知っててさ、うん、なんか、 大人になってから付き合うとさ、うん、なんかうまくできるようになってるから、うん、なんか、しょうもなさがないじゃん、あんまり。ちょっと理性的だよね。理性的じゃん。うん、理性的だよね、それ。理性的だよ。そりゃパニック起こさないよね。それこそ人間になる前から知ってるわけだもんね。そうだね。お互いに。そうだね。そう考えると確かに人間じゃなかったかも。いや、人間じゃなかったよ、高校生の時。<laughs> はちゃめ、はちゃめちゃだって、た <laughs> いつ人間に、いつ人間になったんだろうね。情緒はちゃめちゃだったって。ちゃめちゃだっよね、うん。そんなとこですかね。まとまってないけど。まとまってないけど。まあ、次回もまだ質問あるって。<laughs> あるね。<laughs> でも、いっぱいあってみんな悩んでいることが分かったね。 分かったね。やっぱ人間関係を悩むよね。悩む。いや、みんな優しいんだなって思うけどね。みんな優しい。この悩み。確かにね。みんな優しい悩みだよね。うん。優しい悩みだと思う。ね。呪いたい奴がいるとかないないね、確かに。そうだね。めっちゃ負のやつ来なかったね、別に。そういえば。本当にムカつく奴がいて、みたいなのなかどうしてやったらいいですか、みたいな。 そうだよね。どっちかっていうと、そのことで生まれる自分の負の感情に対してさ、悩んでるじゃん。そうだね。こういう、これを送ってくれた皆さんはね。そうだね。優しいよね。なんか負が生まれてしまう自分が悪いと思ってるもんね。そうそうそう。なんかこういう人間付き合いができない私が悪いのかな、みたいに思ってるよ。めっち自罰的というか。確かに。もうちょっと人のせいにしても。自罰的あるあるだよね。あるね。私もめっちゃ自罰的だもん。そうだね。うん。 すぐ自分が悪いかなとか思っちゃうけど。うん。大抵のことはそうでもない。そうでもない。はい。はい。そんな感じですか、今回ははい。あ、はい。なんだ告知あ、そう、解散って言おうと思ったけど。あ、解散って言おうとしちゃったのね。<laughs> もうちょっと解散先は知ったなと思って、あ、です。<laughs> 告知お願いします。告知します。はい。 九月二十三、二十四日に写真展があります。わーい、わーい。うなちゃんっていう TikTok をメインに活動してる役者のうなちゃんの写真展をします。ちょっとだけ君に気づいて欲しかったというタイトルの写真展で大かわい,い大変意味深なんですが。意味深だね。意味深なので見に来てほしいです。気づいてほしいね。気づいてほしい。うん、何を気づいて欲しかったか、うんで。これ対談イベントもあって。 この放送してる時にちょっとチケットが売り切れてたら売り切れてたったりごめんなさいなんだけど、うん、9月24日に夕方5時半からうなちゃんと私で対談するイベントがありますトークイベントです。で今回ののの写真展の内容がなんかまあ恋愛の中であるとあるると場面を、うん そのなんかシナリオとかうなちゃんがもうあのと人芝居で普段 TikTok で発信してて、うん、結構恋愛の共感性が高いものをあげててなんかその感じを一緒に作るっていうのでシナリオはうなちゃんと私もちょっと考えながらやったシチュエーションの作品なのでこう恋愛に悩んでる人とかもこれも人間関係ですね。 人間関係重めの重めの <laughs>、うん、なんでぜひちょっとこれを聞いて気になる方渋谷のザ ZAB って書くギャラリーでギャラリーザブとといいうところでやりますはい、詳しい住所とかはパラのホームページに詳細が載ってたり飯田が定期的に、SN、s n s ツイッターなりインスタのストーリーなり。 載せてるので詳細見に来て見て来ていただけたら嬉しいです。はい。お待ちしております。お待ちしております。そしてはいクラファンをやっております。やっております。中尾優香さんの写真展と写真集プロジェクトが9月13日から始まっております。ずーっと撮ってて何歳から19歳中尾さんが。うんうん あ27歳までの8年間この撮りたまっている写真を初めて、うん、まあ写真展やりたいと中尾さんから、うん、ご提案いただき、うん、膨大な写真がありまして、うん、この間もフィルムを整理してたんですけど、うん、あるなって <laughs> あるよね8年間だもんね <laughs> でなんか今までデータを、ね、インスタとか、うん、SNS 上で発表したりとか、うん、あと前やってたグラビアのプロジェクトの最初のモデルも中尾さんがやってくれて、うん、なんかそういう感じでずっと何かしら定期的に作って、うん、なんかネット上で発表はできてたんだけど、うん、なんかちゃんとこう本にしたりとか,、うん、なんか展示するっていう機会がなくって。うん でまあ、それもなんだろう中尾さんのタイミング、うん、で今回やろうってなったので、うん、もうちょっとエネルギーが必要なんですよね展示 <laughs> を作り上げるには。うん、なのでこうし中尾さんの気持ち的にもこ,こじんまりとしてやるのはなんか違うみたいな感じなので、うん、ちょっと皆さんのお力を借りて。 8年分の写真,写真をちゃんとこう見せたいっていうので、うん、クラウドファンディングすることになって、うん、今あのプロジェクトをやっておりますので是非、うん、ちょっとここでしか手に入らない写真集とか、うん、のクラファンでのみ受注生産するっていうものもあったりするのでし中尾さんのことを撮影できるとかなんかご飯食べれるオフ会があるとか、うんうん、なかなかクラファンでしか実現しない。 豪華なお返しがいっぱいあるので、はい。でライトなお返しもあるんで、うん、中尾さんチェック欲しいとかそういう感じでもなんか応援してくれたらおし力になるのでなんか気軽にチェックしてみて欲しいです。はい。と白井ちゃんのクラファンもやっております。やっております。いっぱいうちやってます。<laughs> 頑張ってますね。頑張ってますね。白井ちゃんのクラファンすごかったね。すごかったですね。 目標金額を2分で2分で達成するという大盛り上がりのいやでもファンの方,の方の愛が結実しておりまして大変あの盛り上がっておりますでまだあのかプロジェクト進行中であのこれからいろいろ新作もとるんでやっぱり集まれば集まるほど豪華一つ一つを豪華にしっかり作れるっていう。うん 感じなので、でこれもあの限定のお返しとかもいろいろあるんで見てみて欲しいです。はい。9月29日までやっております。月日まで。白井ちゃんのねなんか10周年なんですよ。10年すごいよね。すごい。てかもう最近なんかもうみんながそういう、ね、そうだね。8年とか10年とかね。な,ねかなってて、うん、でも取らせてもらえ続けてるとすごいなすごい。のがこう。 そしてまとめに入ってきてるんだなっていうのが人間関係だ <laughs> のでのでぜひちょっと応援お願いします、ね、気になるものをぜひ見ていただけたらと思いますそんなところでしょうか告知ははいでは以上ですはいはいせーの解散,解散